はい、ではサイレントヒルの、6ですね、やります。さて、ちょっと2階にまた戻ります。よし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 。やっぱりなんか、どうも操作がね、ちょっと不安定ですね。動きがだいぶ不安定だもんな。そのまままっすぐは。教室を抜けていかないと、いけないんで。またこの椅子が不気味ですな。よし。そして、こっちかな。そうだね。階段があって、あ、ここか。真横にあった。で、2階。上がってって。まあ、これ、血と、サビですかね、この黄ばんだのは。これがまた、で、音楽がほとんどないっていうね。これがまたね、なかなか恐怖を演出してますね。鍵がね、あ、あったあった。学校2階の書庫の鍵、ロッカー室で拾った。この鍵がありますんで、この鍵で書庫に行きます。ここ入って、よし、こうですね。で、ここだったっけ？あ、もう一個先かな。ここか。使った。おお、絶対いると思ったのに何もいなかったな。なんだこれ。なんか落ちてるよ。関係ないのか、これは。なんかいろいろ。なんか音がするけど。音が右へと流れてってるんですが。動画じゃわかんないかもしれないですけど。なんだこれ。またぶら下がった人がいます。なんだろう、なんか怪しいんだけどな。あ、やった、よかった。弾ないかな、弾。潜在する怪物、本の題名だったのか。第3章、妄想の顕在化。また、ポルターガイストもその一種と考えられている。極度の不安、恐怖、ストレスなどのネガティブな感情が、物理作用を持つ外部的なエネルギーとして発露するのだ。睡眠中に悪夢が引き金となって起こったと思われるケースも確認されている。しかし、これらの事象は誰にでも起こり得るものではない。生来の素養が大きく変わっているのが、思春期の少年少女、とりわけ少女の身の回りで起こる場合が多い。そうか。もう読める本はなさそうですね。最高。それを聞いた弓矢を担いだ旅人は、それなら私がトカゲをやっつけようと言いました。旅人はトカゲに会うといきなりやっつけようとはしないで悪口を言いました。なんだい、こんなヘナチョコトカゲ、ちっとも怖くない。それを聞いてトカゲは怒りました。前も一口に飲み込んでやる。トカゲは旅人めがけて大きな口を開けて飛びかかりました。実は旅人はこれを持っていたのです。なんだこれって。よいしょ。 旅人は落ち着いて弓に矢をつがえると、その口めがけてヒューと言いました。見事、矢はトカゲの口の中へ、硬い鱗のない口の中へと飛んでいき、お腹の中にぶっすりと刺さりました。それにやられてトカゲは倒れると死んでしまいました。なんだこれ、外国のおとぎ話だな。子供の頃読んだことがある。そうか。
ある程度メモをして、おっと弾があった、あのガン弾、オッケー、よし、うん、他には何もなさそうですね。ヒントはあったけど別に何かこう何かあったわけじゃないな。これでどうなんでしょうか。先に進めるようになった、扉あった、ここ、あ、あるね、左側に。ここから出るのか、ここですね。よし、いけた。わ、できるかと思ったらいなかった。ここはじゃあどう進みましょうか。右側、あ、ここ鍵開けられるのかな。オッケー、オッケー、よしよしよし、あ、いたいた、いいね。そしたら左手ですね、すぐこの扉、鍵がかかっている、入れませんでした。よし、来た。お、なんか音がする。向こう側にいるのかな。どうも向こう側にいるっぽいですね。鍵がかかってる、マジで。え、これで行き止まり。そんなん、せっかく先に進めると思ったら旅じゃないっすか。この教室に入ってと思ってたんですけどね。あと持ってるアイテムって言ったらこのゴムボールか、やっぱり。うん、何に使うんだろう。使い道あるかな。どうしましょうか。次は、またちょっと待てよ。今度はやっぱりあのゴムボールを使うんじゃないかなと。あの排水口のあれなんかありましたよね。屋上に、それなんかちょっともう一回行ってみましょうかね。ここだっけ。この辺どこだったっけな。こっちだったっけ。うわ、血の跡が。あ、あったあったあった、これこれ。ん？あ、なんだ？あ、びっくりした。あ、これでこの穴にこれを使うんじゃないですか。ほら、ゴムボールで排水口を塞いだ。そうでしょう。これで、しかし挟み込んだものの、あら、ここにも穴がある。鍵が引っかかっている。指を伸ばしても届きそうにない。あ、こんななってんだ。で、水、これ水を出したいっすよね。なんかこう水を出すことができるのかな。水、排水、あの排水バルブ怪しいよなこれ。あ、
なんでさっき開けなかったの、今開けるようになってんの。不思議。調べたから、あれを。あ、鍵を取るためにってことね。そういうことか。そして鍵が浮いてきたと。浮力で鍵普通浮いてくるかな、水に。それはちょっと不思議ですけど。そうだよな。だよね。どこに流れてったんだろう、鍵。ちょっと待ってよ。それはちょっと待ってくれ。どこに続いてんだろう。ここ。あれ？これは？あ、あったあったあった。これじゃん。あ、なるほど。ははは。はい。うわぁ。なるほどね。ああ、これはわかんねえわー。しっかり全部見とかないとわかんないよね。教室の鍵。これは、あっちですな。2階の教室の鍵ですな。2階に行きましょう。そしたら。あとでその動画をこう見て分かったんですけど、マップをこう切り替えるときに画像がなんかえらく乱れますね。実際ゲームプレイしてるときは分かんないんですけど、多分、ああ、間違えた。キャプチャーボードのせいだと思うんですけどね、このマップを切り替えるときに、一瞬その、なんていうかゲームの信号を感知してるんですけど、それが一旦途絶えるみたいで、それでなんか映像が一瞬かなり大きく乱れるみたいで、で途中真っ暗にその切り替えた後なんか真っ暗になるってことがね、後で動画を確認した時に分かったんですけど、ちょっとねお見苦しい点があって申し訳ないんですけど、多分そういうことだと思います。で、ああ2匹いるな。これはどこ。あ、ほら、よしよし、えい、あ、よし、よかった。弾はちょっと無駄にしたけど倒したぜ。やっぱり教室に行くってことが分かってるから出てくるんだな、敵が。また出てきそうだな。おっと、いなかった。今度は教室の鍵を使った。ああ、くそ。早いな。うわ、ちょっと待って、ショットガンに変えよう。うわうわうわ、痛い痛い痛い。ほら、よし、ふう、もう心臓バクバクしてるよ。チキショー、回復だ、やった、よし。まだ回復アイテムがあるからいいですね。これハードとかだったらきついだろうな。教室何もないじゃん。えほい、えほい、これ外に出るだけだよね。よし、鍵開けとこう。一応開けとこう。ありがとう、助かる。よし、はいはい。あ、またいるよ。まだいるかな、あと1匹ぐらい。
ほら、死ね、この野郎。よし。鍵開けた。こっちは行かなくてもいいとこかな。ですね。で、地下に降りていきましょうか。はいはい。もうショットガン3つしかないからな。ショットガンの弾全然ないっすね。ハンドガンの弾3つあるけど。あれ、ここ行けるようになってない？あ、開けたって。どうなってんのかな。あー、なるほど。ここが行けるようになって。あ、今まで行けなかったとこですね。もう一個下に降りられるんだ。なるほど。よし。こっちですな。はい、こっちです。どうなってんだろう、これ。あれ、なんかある。これは？何もないのか。紛らわしいな。わ、なんだ？二つ扉があるな。これどうなってんだ、地下。ボイラールームとストレージルーム。うん、ストレージルームの方はまず入ってみましょうか。お、ショットガンの弾じゃねえ、これ。オッケー、やった。よし。よし。はい。取る、取らないの選択肢がありますけど、取らない人なんているかな？はい、言えて出てくるけど。普通に取っていいと思うんだけどな。よし。二択にする意味がない感じもしますけどね。いや、俺はショットガンの弾いらないよっていう人も中にはいるでしょうけど。そんなやわじゃないぜ、みたいなね。よし。お、何もいなかった。なんだ？またなんか謎解きかな？あ、回しちゃった。つい連打してしまって。回った。あー、これ奥に行きたいわけだ。まあね、なるほど。よし、来た。オッケー。よし。はいはいはい。行きましょう。お、動いたぞ。やっと行けた。動かせるんですけど。おお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 お、ちょ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 、おお、ちょっと待って、静かに出てきたよ。あ、間違えた。ちょっと待って。おお、よし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 、逃げよ逃げよ。あぶどこいる？よし、後ろついていこう。なんだこいつ、動きは遅いな。動きは遅い。おい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 、あ、あ、おお、こい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 、ああ、画面が乱れてる。なんだ今の画面の乱れ。空中から襲ってくる敵の位置を正確に把握するのは壁を排除する手段から。ヒントも見当違いだし。
あ、ここから始めてさせてくれるんだ。あ、ありがたい。あ、よかった。オートセーブになってるんですね。よし、たったったった、逃げろー。お、お、怖い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 。走るよりステップの方が速いのかな。ラララララララ、リロードリロード、リロード。おおおおお、早い、結構速くなった動きが。2段階に追いつくかな、追いつく、あ、追いついてきた。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。お、お、よかった。うわあ、危ない。あ、映像が乱れてる。くそー、不安定だな。あ、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 うわなんだ今の。弾ないじゃん。あれ、なんかもう一個武器なかった俺。なんか持てなかった今。あ、違うか。なんだ。よし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 。うわうわ、危なかった危なかった危なかった。あわわわわ、映像が乱れた。またくそー、なんてことだ。ボス戦になって映像が乱れるんですけど、どういうことだろうか。あ、射程距離長いか。ちょっと待って、意外と遅いんだけどなこいつ。うわっ、うわっ、飛び込んでっちゃった。操作しづらい。あ、バックステップで逃げながら戦ったらどうだろうか。